ここが男のダンディーマウス、ここだな。ちょっと恥ずかしいけど行ってみよう。すいません。いらっしゃいませ。この道まっすぐ行ってもらって二つ目の信号を右に曲がったところにございますんで。何がだよ。吉野家です。探してない吉野家。全然探してない吉野家。お腹空いてるんじゃないですか。お腹空いてないよ。お腹いっぱいだよ。あ、そうなの。今食ってきたんだから。いや、これエステでしょ。はい。いや、これ叩けもらったからちょっとやってもらおうかなと。あ、そうなんですか。いや、ほらこういうとこなかなかさ、はい、興味あるけどなかなか来れないじゃん。はいはいはい、はい、なんか高そうだし。ええー。したらこれ叩けん配ってたから、今日ちょっと試しにやってもらおうかなと思って。ちょっと何言ってるか分かんない。なんで分かんない。なんで分かんないんだよ。いや、ただけもらったからやってエステ。あ、じゃあお金払わないお客様ですね。いや、それ言い方あるだろもう少しお前。なんでそういう言い方するの。2時から8時間予約のおさべ様で。いや、違います違います。え、8時間やるやついんの。はい。そんな鈴鹿みたいなやついんの。はい。すごいな。あ、でも24時間やられる方もいらっしゃいますよ。24時間エステやりっぱなし。はい。そんなルマンみたいなやついんの。はい。すごいね。24時間営業ですんで。いや、そうかもしれないけど、その人ずっとやってんだね、はい、そうなんですよ。へえ。いや、ちょっと予約してないんだけど大丈夫ですかね。まあ、できないって言ったら嘘になりますよね。できんじゃないか、じゃあ。なんでちょっと嘘つこうとしたんだよ。あ、そうですか。できんの。じゃあこちらにお名前と氏名書いてもらってもいいですか。一緒だよ、それ。お名前と氏名一緒だからね。あ、そうですね。入会の方どうなさるんですか。いや、まあ今日ちょっとやってみてから決めようかなと思って。あ、そうですか、うん、じゃあこちらの金も払わない予約もしない入会なんて絶対しないに丸つけてもらってもいいですか。そんな感じ悪いな、はい。あ、そうなんだ、はい、まあこれでチケット。あ、ありがとうございます、はいはい、あのペン借りていいですか。あ、すいません、ちょっとお待ちくださいね。ちょっと今ペンがないんで指かじって血で書く、はい、悪魔か、おい悪魔だな、随分、はい、なんでその血の誓約書みたいなの書かなくちゃいけないの。あ、ございました、こちらですね。あ、これね、はい、はいはい、じゃあ書いたら教えてください。はい。で、何歳ぐらいの人が多いんですか、ここは。あ、うちはおっさんが多いですね。おっさん、はい。口悪いっすね。ありがとうございます。いや、褒めてないですよ。全然褒めてないですけどね。あ、そうですか。いや、ちょっと聞きたいんですけど、はい、実際どうなんですか、痩せるんですか本当に。まあでも本気で痩せたかったら砂漠とか走った方がいいんじゃないですか。なんで砂漠走んの。パリ高かわ。俺今日すげえレースで突っ込んだからな。お前レースお好きなんですか。いや、別にそんな好きじゃない。あ、そうなんですか。そういうボケするから。あ、そうですか。はい、はい、どうぞ。ありがとうございます。イタチ様でよろしいんですかね。伊達って読むんですよ。あの、伊達って読みます。あ、伊達か。伊達かってなんだろう。継承つけろ、継承。お前伊達様だ。伊達様だよ。あ、そうですか。無料チケットですと、はいはい、フェイスかボディどちらかのエステが襲いかかるんですけど。襲いかかってくるの。どちらがよろしいですか。おっかねえな、はい、あ、どっちかなんだ。そうなんですよ。フェイスかボディ。はい。いや、やってほしいのはお腹なんだけど、はいはい、ちょっとお腹はほら一回やったぐらいじゃあんまり変わんないような気がするから、まあ顔かな。あ、すいません、フェイスかボディどちらかで言ってもらってもいいですか。いや、だからフェイス。顔ですね。顔つってんじゃん。お前が顔つってんじゃん。じゃあどうぞ。いいんじゃない顔で、はい、こちらの椅子で、うん、あ、こっちに座んのこれ。はい。こっちじゃないの。あ、こっちです。こっちに座んの。はい。これに座んの。はい、僕がやりますんで。え、あなたがやるんですか。そうなんです。あなたがやるの。あ、僕エステティシャン兼受付ティシャンやってます。何、受付ティシャンって。なんで受付ティシャンって、はい、初めて聞いて。こちらに座ってリラックスしてます。これリラックスできるのこの椅子、はい、これ丸椅子だろ多分。はい、ここに座ってる。どうぞ。あ、はいはい、今準備いたしますんで少々お待ちください。はい。あの、すいません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 。はい、なんか猛獣いる隣の部屋に。猛獣、猛獣の声が聞こえるんだけど、隣の部屋とかにいる。あの、これリラックスしてもらう BGM。 いや、全然リラックスしないんだけど、なんかドキドキするんだけど。あ、でも20分ぐらいするとジャングルっぽい曲が。耐えられない。20分耐えられない。俺多分食べられちゃうわ多分。あ、そうです。20分いたら。じゃあ違うのにしときましょう。違うのあるんだったらそっちがいいかな。はい、うん、じゃあ少々お待ちください。あ、獅子おどしか、しょんべんかと思ったよ。あ、いいかもな、獅子おろしはいいな。すいません、はい、すいません、はい、はい、早い、はい、早い、和風な感じで。いや、最初はね、はい、いや、最初も俺、ションベンと間違ったんだけど、ションベン、いや、獅子おろしでいいなと思ったんだけど、はい、早いよ、獅子おろし。リラックスできましたか。できない、もう、なんか竹に対する水圧がものすごいから、竹がカン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 ってなってるから、はい、いらないんじゃないかな、音。あ、じゃあなしで大丈夫。うん、無で。あ、じゃあこのまんまで。無で言ってください。わかりました、はい、はい、少々お待ちください、うん、やんないの。はい。え、お前が座んのそこ。
お前が座ってんのここ。お互いにリラックスしないと。いやリラックス、あなたさせる側なんだから、はい、お前リラックスしなくていいと思う。あ、そうです。あなたの椅子これ。はい。あなたが座るようなのこれ。そうです。あ、そうなんだ、はい、裏置いとけよ。あ、すみません、はい、なんだお前のリラックスの椅子って、はい、じゃあ始めてもよろしいですか。始めてください、はい、じゃあまず最初に軽くキスしていきます。なんだ気持ち悪いな。なんだお前。いや、リラックスしてもらおうかなと思って。いや、リラックスしない。硬くなるわ、逆に。やだ、ちょっとどこがですか。体がだよ。あ、あれですか、あなたそっちですか。はい。いや、聞いといてよかったです。僕、こっちです。そっちなんですね。はい、どっちですか。いや、僕、こっちなんで。あ、そっちなんですか。いや、お前、え、どういうこと。え、あ、そっちなんでしょ。僕、こっちです。僕、こっちなんです。あ、そっちなんですか。いや、お前から言うなよ。お前から言ったら俺がそっち見てるじゃないですか。あ、そうです。そっちなのね。僕、こっちです。僕こっちなんで。あ、ちょっとあっち行きましょうか。じゃあ行かねえよ。こっちだから行かねえよ。あ、そうですか、うん、はい、いや聞いといてよかったです、はいはい、あのキスにはリラックス効果があるんですよね。あ、そうなんですか、はい、いやでも異性の場合でしょ、それは。異性の。あ、でもホットドッグプレスに書いてあったんですよ。 いつまで読んでんだそういう本お前。もう40過ぎたおっさんだろうが、はい、もういいだろそういう本も。すいません、うん、じゃあ始めていきます、ね、始めてください。あ、メガネお預かりしてもよろしいですか。はい、はいはい、すいません失礼します。じゃあですね、え、ま、そこにかけんの。人のメガネそこにかけんの。いや落としたらまずいんで。いや落としたらまずいけど、ここにかけるかね普通。所さんか。違いますよ、笑ってこらえて。所さんじゃない。完全に所さんじゃない。すいません、はい、いや置いといてもらっていいかな。あ、こちらで大丈夫ですか。あまり人のメガネここかけないでしょ。あ、そうですか。じゃあこちらに置きますね。はい、はいはい、もちろん安全ですか。はい、うん、じゃあ顔で気になる部分ってどこかありますか、うん、あー顎かな。トビウオですか。誰が出汁の話してんだよ。はい、誰がアゴ出しの話してんだ。いや、顎、俺の顎。あ、俺の顎ですか。お前の顎じゃない、俺の顎だよ。あ、お前の顎ですか。お前の顎って何だよ。俺の顎だ。あ、そうです、すみません。俺の顎だよ。じゃあまず顎のラインをシャーボにしていきます。いや、シャープにしてくれよ。なんだシャーボってお前、はい、シャーボってお前、はい、右に回すとボールペン、左に回すとジャープにしてくれ、はい、昔持ってたわ俺。そうですか。じゃあまずオイルを使って、うん、これ血行を良くするマッサージしていきます、ね、あ、そうですか。失礼します。あ、気持ちいいね。細くなれ、細くなれ。ありがとう、ありがとう。藤岡弘か。藤岡弘、コーヒー入れる時に言うやつじゃないか。なんだありがとう、ありがとう。あ、でもこういう願望を言ってやった方がよりデラックス効果があるんですよ。デトックス効果です。ですか。なんだデラックス効果って、はい、マツコデラックスみたいになってる。すみません、はい。より出てくるわ、ここ。はい。失礼します。ああ、でも結構肉ついてますね。いや、そうなんだよね、はい。ここ数年でね、またこうぼっちゃりしちゃった。あ、そうですか。やっぱりね、30過ぎると太る方って多いですよ。あ、やっぱそうなんだ。いや、この間ね、はい、健康診断行ったのよ。はいはい。いや、もうお医者さんにさ、はい、あなたメタボですってはっきり言われちゃった。あら、そうですか。これ完全に肥満体ですもんね。そうなんだ。やっぱ伊達さんみたいなデブっていうのは、いろんな言い方してくれてたの、これ。てめえ、いろんな言い方したな、これ。はい。いや俺がずらして言ってんだからさ、はい、何お前直球で掘り込んできてるの。いや分かるんですよ、僕もそういう体型だからこそこう直接的なことを言った方がいいっていうか、うん、いや俺あんまり直接的なこと言われるの嫌だな。いやそうなんですけど、やっぱそう言われた方がやる気が出るっていうか、うん、傷つくんだよね、すげえ。いや分かるんです、僕もそうでしたから、直接言われると、分かります。猫か。何これ。はい、猫か俺。いやどっちかったら豚じゃない。やかましいよ。お前だって豚じゃないか。そうだ、ほんで顔くせんだけど、これ何言ってんのこれ。これ味ぽんです。なんで味ぽん塗ってんの。なんで人の顔味ぽん塗ってんだよ。豚肉と相性が抜群にいいんですよ。誰が豚肉なんだろう。お前な、俺の顔食おうとしてんのか、お前さっきから。タタタタタ、やめろよ。何やってくれてんだお前。マッサージですけど。マッサージないだろ今の。すいません、はい、やめろよ感じ悪い。あれなんだ、ん、タタ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 。安西先生か、はい、やめろよ。すいません、はい、あ、お客さん来たよ。もうタプ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 タ。やかましいわ。何これタプタプ出すよ。なんか米粒みたいな。米粒ついてる。ダダダダダ。乳首出てるよ。乳首出てる。やかましい。あ、ドキュメンタリー。何？なんだこれは。すみません。感じ悪いな。もう帰るな俺。あ、ちょっと待ってください。なんで？ちょっと痩せましたね。痩せてねえ。